やべえ。あの、魚釣りに行きたいんですけど。なんて言いよっとね、家の子ではもっとしてからやっきんせ。ひどい。ドキドキ。あー。だっ。この、つがねちゃんを使って、一台を仕留めたる。こんなちっちゃかとしかおらんと、こんなちっちゃいやつだけど、しとめたるでー、しとめたるでー、かっさみでちょっき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 、おりゃ、いた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 。これも巻き絵。ふい。負けねえ。なんか収納あんま動くらんね。さあもう5時なったけん夕まずめじゃんね。さあ食うちこいよ、食うちこいよ、食うちこいよ、くー近いよー。ちっちゃい、ちょっと待って。さあ、おお、ゴトンゴトンし始めたね。完全餌取りけどね。そう、簡単には来んよね。たら見てみよう。スイッチオスイッチオーバー。なんだこの歯型は。ロマンを求めちゃうわね。割ってみます。しゃっ、おお、いい当たり。取られた。まだついた、ついた、ついた。ガンか。ああ、まだついとるよね。ああ、ドキ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 。ドキドキ。ああ。Stop! Stop! Stop!
けど、あはははははは、お前か、それでも嬉しい、それでも嬉しい、ああお前か、でも嬉しい、魚釣れた、魚釣れちゃった、嬉しい。昨日に引き続き石台を狙っていきたいと思うわけでございます。朝日が眩しいぜ。ベタベタやもんね、なぎ。よー、取られちゃうばい。だるね。そうみたいなあたりやね。ゴンゴンゴン。うわ、来た、なんか。なんか引くぞ。おお、たたたた、ガキゴ、そういうことらしい。ありがとう、持って帰るけどね、持って帰るわ。
カワハギちゃん。いいじゃないの。ね、カワハギ。よしよし。最後はカワハギか。バイバイ。はい、帰ってきました。で、本日の釣果がこれ。じゃん。はい、空っぽ。これね、ちょっと可愛いサイズが揃ってますけど、石垣、ガキゴ、子供、石垣台の子供、これイラ、あとポッポ、で、これカワハギ、これらを使って調理をしたいと思います。何しようかな、ちょっと内臓出しながら考えます。では、未来へ、ワープ。さあ、今日は嫁さんにお魚をさばいてもらおうと思います。こう入れて、でひっくり返して、そうです、で骨を立つ、トントントン、あ、怖い怖い、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ほう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 、いつもは僕が魚を下ろしますけど、僕がない時はこうやって嫁さんがしっかりとお魚をさばいてお子たちに与えてるわけですよね。これを何の料理にしてもらえるんでしょうか。つがねでも見ろ。つがね元気か。今日お前食ってやるけんな。めっちゃ人のを見よったら怖いですね。これはですね、ハサミで切った方が早いですよ。じゃあハサミで切ってください。いつもしてるようにしてください。直近直近直近。切れませんね。切れませんね。なんでですか。痛いんですよ。よし。私がいない時はこうやってやってるんだなという、初めて見ました、魚をさばいてるところを。一回ですね、一回、すみません、ちょっと横から言うのもなんですけど、一回こうガイドラインをこう入れるとしやすいです。はい。僕が横から言うのもなんですけど、で怪我せんをしてくださいよ。怪我しますね。切りましょう。よし、切れた。嫁さんの三枚おろしです。なあ、綺麗。なんと上手。何を作ってくれるんですか、僕に。生ハム。マジですか。ありがとうございます。美味しいか分かりませんが。頑張って作ってください。皮が引けないんです。え、生ハム作るのに。はいひっくり返してください、くるっと。そうそうそう、そうしてここの台からちょりって入れてください。ちょりって、そうです、そこの台からちょりって入れて入れて、はい、それで
感謝の、あの画期的な弾き方をされてますね。うまいじゃないですか。めっちゃ皮に身がついてます。ほら、上手、ま、なんと上手、まあ上手、ほう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 、うまいでしょ、ほうほうほう、ほらどんな感じですか。お、上手に弾けましたね。素晴らしい。しーちゃん、しーちゃん、お母ちゃんのね、うん、生ハム作ってくれるって。なんで隠れた。お尻が見えてるよ。なんで隠れた。作ってくれるんだって。さあ、弾けました。なんと上手。ほうほう、それでどうするんですか。塩を振るんです。ほうほう、あと冷蔵庫に入れるだけです。それだけですか。はい。ほうほう、これですね、落とすんですよ。ほうほう、これが生ハムになるとは思えん。嫁さんじりです。ほうほう、でこのまま冷蔵庫に直すわけですね。これどんくらい置くんですか。一晩。では明日の晩飯ということですね。そうですね。わかりました、はい、では過度の期待をしてお待ち取ります。はい、できましたか。できました。生ハム、ありがとうございます。できるかしら、薄く切れるかしら。切れてないですね。切れちゃうんですね。でも大丈夫、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 大丈夫。怖い。ほら、ほうほう、チーズですか、はい、ほうほう、ほうほう、それよ、乗せましょう。胡椒ですね。そう、でけた、でけた、上手にでけた。はい、嫁さんの愛のこもった生ハム完成でした。ボヨヨヨヨヨン。はい、お父ちゃんが母ちゃんに許可をもらってお魚釣りに行って釣ってきたお魚をお母ちゃんに無理言って、お母ちゃん嫁さんに無理言って生ハムにしてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。もう嫁さん照れてどっか行きました。いただきます。あ、ほら、ワイン、白ワイン、白ワイン先に飲もう。いただきます。美味しい、美味しいけどもうちょっと塩味が効いとったらいいな。あんま言ったら怒られるので。あの、食べれるかな。チーズ使えやろ。うん、他のだけの方が美味しいです。あ、美味しいね。こう塩味にちょっと塩が効いとったこと、効いたのはちょっと塩が甘かったのかな。塩は辛いけど塩の振り方が甘かったのかな。そうだそうだ、おいしい、うん、はい、あー、おいしくいただきました。嫁さんありがとうございます。
はい、今回だけやけね。だそうです。はい、怒られました。怒られました。よし、それでは美味しくないなって言ったもん。今日は海の神様と嫁さんに感謝を言葉を申しましょう。せーの、プニップニッ、ごちそうさまでした。ペッペッ、バイバーイ。すごいよ。Take it real soon.